だって結局ね、じゃあガソリンカーがね、この後、まあ、ハイブリッド車、そして電気自動車、さらに水素自動車、その後は素粒子エンジン、タキオンエンジンっていうかな。タキオンロケットっていうのは、ワープできると聞いたことあるやろ。もし自家用車がそんなエンジンになったらどうする？ タキオン素粒子ってあるんでしょ？だったかな？素粒子のことタキオンと思ってたけど、まあ、素粒子エンジン、タキオンロケット。どうしましょう。原子力の反対側の、原子力のその放射線物質は一番外側。で、一番内側が素粒子。で、私たちの知ってる元素、普通の元素界ではその中間存在ですね。こういったのもその元素界の存在です。で、私たちの遺伝子も元素界の存在。で、私たちの意識が素粒子界の存在。じゃあ、原子力って何？放射性物質って何？って言ったら、放射性物質っていうのは、外側のマクロ尺から見たら素粒子なんですよ。じゃあ、うちらから見た素粒子は、内側の世界から見たら放射性物質やねん、実は。こういう関係になって、で、その、外側の世界と内側の世界との間が宇宙空間だって説明したんですよ。これがマトリョーシカで。で、それが天の体内にあるんちゃうで。天がってそれぞれの地球が発生してたな。その地球の土から生まれてるんですよ、究極は。ね。先祖がいるんだから、この地球よりも天の先祖が。天の卵子が逐一その世界にある、その卵子から天が発生したわけちゃうんで、ちゃんと先祖いますよ。先祖の遺伝情報を持ってるんだから。当たり前が一番外側ももちろん持ってるけど、その中の世界も持ってるやん。それぞれの次元の地球のうちの先祖の子孫ですよ。他の次元の子孫ちゃうで、この体。みんなそこ勘違いしてるやろ。勘違いするか？そっちの方になんで勘違いするの？ 普通考えたら、ほんまにそこ勘違いするもんなの？ 何をどう考えたらそこをそういうふうに思っちゃうんだろう。卵子はバクテリアですよって言ってるやん。バクテリアの話してんのか、そうこの体の話してんのか。バクテリアの話でしょ。バクテリアは宇宙を超えるよ。で、外側の宇宙行けますか？言ったら、今言うて、外から行こうと思ったら素粒子じゃないと行かれへんし、外からの中に来ようと思ったら放射性物質じゃないと来られへんねん。じゃ簡単に、内側と外側行き来できんの、できへんねん。でも、原子力発電所やったらできるし、原爆やったらできるやんか、そら。じゃ何が飛んでるんですかって言ったら、例えば、被爆した人が移動してんねん。被爆した人の細胞が素粒子化して、じゃあ、放射性物質化してるんちゃうの？で、どこに向かうんですかって言ったら、なんか、素粒子化してんねん。素粒子化して外側に。放射性物質はやってきて。じゃあ、放射性物質は一体何を放射してるんですかってことやろ。それは素粒子。素粒子を放散してんねん。で、元素の一番最後は素粒子放散や。まるでなんか胞子飛ばしてるなんか、カビみたいな。ね。で、これがあれやねん。わらびの業を忘れるなって、この放射性物質の比喩やったんだろ。もちろん、わらびっていうのは恐竜時代の、に栄えたもので。で、わらび食べたら恐竜時代に戻んの、キツネは。キツネが肉食けど、わらび、でもハーブとして食べるんかな、キツネはわらびかな。で、それ恐竜時代の遺伝子を霊気させるんですか？狐の。可能性はあるな、それやったら。そうなんじゃ？意識はそっちに変える。肉体はずっといます。じゃあ、なんで？泡は肉体じゃないのって、泡はバクテリア言ってるやん。あ、じゃあ、バクテリアどうかって。 じゃあ、外側の一番外側の桜庭、なんたら、なんか桜庭霊さんの子宮に、の卵子に憑依した、バクテリアがひょっとしたらみんながシュッて呼んでる玉のこと？なの？殺したのかと思うやろ？ なーや、しゃーほやろ。
バクテリアだかんのうち。みんなかてバクテリアから生まれて、爆裂や。間違えた。言い間違えた。危ない。なに、こんな話してるときに、みんな緊張して聞いてるときに、集中して聞いてるときに、バクテリアを爆裂やと言い間違えた。みんながなんかときの集中力が原因で、圧力が原因で、な、気圧、何圧っちゃうの、実は、やめろ。爆裂やちゃうで、バクテリアです、うちは。爆裂や放射性物質でしょうが。バクテリアは素粒子ないよ。元素界の存在や。な？喋んなよ、バクテリア。どうも面白いけど。みんながってバクテリアから生まれてるやろって言ってんの。卵子から。精子もバクテリアやんか、卵子もバクテリアやんか。わかるけど、その中に入ってんのが俺たちの遺伝子じゃないか。俺たちは精子や卵子そのものじゃねえ。正しい。よくわかったね、それ。 しまった。 でも卵子とか精子の袋がないと生殖できないじゃない、遺伝子たちは。共生してるのよ。あ、ズルチッキショーやろ。もうこれ明日からじゃバクテリ、バクちゃんって、バクテリちゃん、バクって。どう呼ばれるの？まあ英語でバクターって言うんだけど、バクスタンって呼ばれるかな？バクを食う夢みたいな。夢を食うバクか、間違えた。バクを食う夢。あ、バクが入ってくるの、バクテリアか。あの動物のバクを食べるの、おんの？あ、おるよね。美味しいな、バク料理は。って美味しいですね。ゆめちゃん美味しいですか？うんうんって言って、あ、ゆめちゃんが食ってるのか、バク料理を。バク買いするのやろ、そのあと。バク。バク相続。バク相続じゃなくて、暴相続。バク相は、あ、しまった、うっかり爆走して湿ったやつ。湿っとんのよ、バクテリアが。子宮内にあるから。やめろ、夢壊れるやろ。卵子とか精子に対して夢持ってたん？いや、女の子結構精子の夢見るよ。で、男の子男子の夢見ますか？宇宙の夢見ますか？違う、それ着物だったの。下着だよ、俺なのよ。服装が喋るなよ。だから、どの次元にいても笑ってるやつや。究極、お前、肉体の悲しさも、自我の悲しさも知らず、バクテリアめやろ。バクテリアめや、わかるめやろ。まあ、ねえ。羊や。くっそ、バクテリア腹立つやろ。今のとバクテリアの声ちゃうの？バクテリアどうして殺し屋けよ。他のバクテリアに勝ったとか言ってみようお前。だ、それが免疫系じゃない。赤血球もあの白血球もバクテリアですよ。しまった。ちゃんちゃん。